自閉の動画解放軍、動画で解放とかめっちゃええやん。自閉の動画解放軍です。あ、この荷物送りたいな。じゃあ宅配便で送ればいいだろう。日本でメジャーな宅配業者、黒猫ヤマトですよね。大体のコンビニで受け付けてる店も多い。一番手軽に使えるのかな、そう思いますね。当然送り先、手書きで書かないといけないんですよね。皆さん手書き苦手じゃないですか。もう今入力、パソコンのキーボード、スマホのフリック入力、直接書くことないんですよね。でもヤマトだといいものがありますね。 C2 というシステム、これを使えば自宅のカラープリンターから簡単に印字できますね。残念ながら登録は必要。でも手軽です。メールアドレスだけあれば登録できますね。登録はすぐです。登録しましたら黒猫メンバーズというところにログインして、その中の C2 という機能から印字します。自分の住所、相手の住所、何を送るか入力する欄がありますので、その通り入力してってください。ネットオークションであなたの商品が落札された場合、相手からの住所コピー&ペーストすれば間違いないです。そうしますと2枚の用紙が印字されますね。これ必ずカラーで印字してください。用紙は普通の A4 の用紙です。プリンターによっては縦横の指定がありますので、それ間違えずにしっかりと横で印字してください。あとこの2枚の用紙と送りたい荷物、これを一緒に取扱店に持ってってください。これで OK ですね。ただ荷物がたくさんあるよ。それをバラバラにしとくとどれがどれだかわからなくなってしまう。普通の送り状のように書いたらすぐ貼りたい、その場合も大丈夫です。こういう専用の袋があります。これをあらかじめもらっとくといいですね。名前はまあいろいろあります。 C2 袋といえばもらえます。デリバリーパックという言い方もありますね。この封筒を手に入れてください。次にこの2枚の用紙の、この用紙、宅配便初払いと書いてあるもの、この用紙はそのまんまにしといてください。それもう1枚のこの用紙、これはハサミで切ります。4枚にカットしました。この紙を封筒に入れる、このように入れてください。そしてこの後ろに貼り付ける部分があります。この広い部分、この部分を剥がす。そして荷物に貼り付ける。貼り付けました。これとこの先ほどのこの大きい用紙、これを一緒に渡してください。これで荷物が複数ある場合、荷物と送り状が入れ替わってしまう心配がないですね。これを貼り付けたら次の用紙を出して印字、それを繰り返せば間違いないですね。宅配便の送り状の手書き、ひどい面倒です。だからといって自宅のパソコンに何かソフトをインストールしないといけない、専用のプリンターを用意しないといけない。さらにプリンターがあってもそこにラベルなんか入れたくないよ。ラベル入れるとプリンター傷みます。これは普通紙でできます。それが便利なところです。プリンターも普通に使えますね。印字は必ずカラーで印字してください。カラーです。これで楽に送り状を書いて配送できますね。ぜひ行ってみてください。自閉の動画解放軍、